ちは、特定活動などの在留期限、これはもう本当コロナ前の状態に戻りつつあります。最近では出国準備、31日ですね、この在留期間を付与されている方がどんどん増えてます。今後はもう90日とかそういう在留期間は難しいと思いますので、在留期限今短い人は特にそれを念頭に行動してください。以上です。